次はメニュー作りです。私の出番が来ましたね。もう考えております。この飲む精力剤15種ブレンドってのは却下ね。なんでですか？フラント州では男性陣に大好評でしたよ。まだまだ現役。イメージが良くない。あと毎日飲めば1ヶ月で背が伸びてくる。骨を伸ばす生薬ブレンドも却下。もっと普通のにしてよ。それ以外なら野生のブドウに蜂蜜を混ぜた後口のいい爽やかなジュースくらいしかないですよ。最初からそういうの持ってきて。まったくあなたはセンスがないですね。センスがないのはそっちなのだ。こっちは何の騒ぎ。あずさ様、我のアイデアを聞いてください。この巨大オムレツを30分以内に食べられたらタダという企画はいかがでしょうか。そういうフードファイト系はちょっと。ありえないのだ。料理といえば肉。おいしい肉料理を無限に提供する。これでいいのだ。違う。最後も間違ってるから。でも茹でたパスタの上にあえて甘いクリームを乗せる異色作というのは。チャレンジ精神はいいけど実行しなくていい。ご師匠様。ではでは36種類のキノコをふんだんに使ったフルコースを出しましょう。それ毒キノコ入るやつだろ。ママー、大きなバッタさん捕まえたよ。このバッタさんって料理したら店には出さないからね。メニューは私が決めます。